チャリティーたちは列車が停車したところから少し先にあった駐車場で車を調達し、ベネツィアに向かっていた。ボスからの新しい電子メールが来た。全員無事だろうか。娘を護衛してくれていることに感謝する。最後の指令を送る。ベネツィアの入り口、国鉄サンタルチア駅前の彫刻のところへ行き、像の中の応援ディスクを手に入れよう。以上。ジョルノとミスター、お前らは車でこの指示にあった国鉄サンタルチア駅前へ向かい、ディスクを手に入れろ。残りの奴らは俺とボートで目的地に向かうぞ。今回はトリッシュを守るため二手に分かれて行動する。ブチャラティたちと別れてからも依然尾行してる者はいねえぜ。ええ、走る車は我々だけです。な、何？敵だ。いつの間にか車の後ろについてきてる。俺の能力ホワイトアルバムは空気中の水分を凝結させて装甲のように身にまとっている。それで地面を滑ることもできる。ん？カメはどこだ？車の中にトリッシュが隠れているカメがいねえじゃねえか。てめえら別行動してるってことは何か大切なものを取りに行く任務だな。この先にあるベネツィアの駅にその何かがあるな。お前らがこれから駅に取りに行こうとしている何かを俺は絶対ほっとくわけにはいかねえ。スタンドを身にまとう、あんなタイプのスタンドは初めてだな。追ってくれぞ。今度はご丁寧に追っかけて取り上がるぜ。根掘り葉掘り聞き回るのよ。根掘りは根っこが土の中に埋まっているからすげえよ。だが葉掘りってどういうことだ。やっぱり俺立ってろよ。Yeah!
伸ばして